Thank you.
そうです。あなたはこの駅士団の団長さんですね。父も以前この駅士団におりましたから。それでどういったご用件でしょうか。そうでしたか。わかりました。ぜひご一緒したいのですが。遊びに行くわけでもないし、お国の大事の時に不謹慎な話かもしれないのですが、あのインペリアル歌劇団が北の港町で公演をしているそうなんです。だから私ぜひ見に行きたいんです。将来女優になりたいんです。でも私の父は足を怪我してこの駅士団を辞めました。それ以来父はお酒を飲んでばかりで、ご一緒すれば学校やアルバイトを長い間お休みすることになるので、私の学費や家族のみんなの生活のことを考えると、でも国の大事ですし、私どうしたらよいかわからないんです。
別に読書家なんて大層なもんじゃないわ。お茶でも入れるから座って待っていて。この駅師団長さん。ええ、当然。プリシラ姫とあなたはこの国きっての人気者。みんな二人がカップルになることを期待しているようね。当然私にとってもアイドルよ。どうぞ団長さん。それで何の用かしら。わかったわ。じゃあ行きましょう。この国で軍人に逆らってもいいことはないわ。それにこんないいチャンス二度とないわ。何でもないわ。あなたには関係のないことよ。どうしたの？失礼ね。ティーカップは毒殺用だけれど、中身はただの紅茶よ。ほら、ミルクロワイヤルは初めて？もっとも、ミルクとお酒がなかったから、豆乳と消毒用アルコールで代用したけど。美味しいのに、おかしな人ね。来てほしいと言ったのはあなたよ。あら、それこそ私にするべきだわ。オルカディア新民体育大会フェンシング部門の優勝者である私にね。少なくとも他の平和ボケの娘どもなんかよりよっぽど役に立つことは確かだわ。絶対かつ完全に 100% 無駄したと思うわ。団長様、よくおいでくださいました。全価値をもって歓迎いたします。これクロード、
このお方に向かってなんて失礼な振る舞いを。よもやご高名なこの駅士団長様を知らないなどとは申しませんね。いいわ、下がってフロード。それで何のご用ですの？いや、おっしゃらなくてもわかりますわ。王宮の社交界でデビュー間近の私の美貌の噂をお伺いになって、実際に見にいらっしゃったのでしょう。そして他の人に取られないように一番最初に求婚するために駆けつける。この駅士団の軍務に支障をきたすなんて、まさに一個形成。もはや私の美貌は罪ですわ。どうなさいましたの？もう嫌ですわ、団長様。そんな5歳の子供でも思いつくような陳腐で薄っぺらな笑い方は、もう世の殿方たちも飽きていらっしゃるのよ。そうですわ、今私殿方のハートをメロメロにするエレガントでデリシャスな新交渉法を考案中ですの。私の聡明なる頭脳をもってすれば、社交界に新たな交渉ブームを起こすのは簡単なことですのよ。もちろんご一緒いたしますわ。それに北の港町で開かれている世界的に有名な美人コンテストに出場すれば、人面投下の私が優勝することは間違いなし。そうすれば戦士玉質たる私の空前絶後の美しさを全世界に知らしめることができますわ。私の美しさを全世界に知らしめる、すなわち私が全世界を幸福で満たす。ああ、私に課せられた天命はなんと気高く尊いのでしょう。まあ嫌ですわ、騎士団長様。言葉のあやですの、あや。それに私、才色兼備なだけでなく、運動能力も庶民の数十倍は優れていましてよ。まあ、貴族としては当然のたしなみですけど。しましょうか。
嫌ですわ、団長様。そんなに褒めないでくださいな。で、いかがなさいますの？わかりましたわ。でも、才色兼備にしてスポーツ万能の私以外に適任者がいないことは火を見るより明らかですわ。またおいでになることを信じておりますわ。